皆さんこんにちは。こちらはプラハから西に100キロぐらいのところにありますプルゼンという町の中央駅です。今ここに入ってきています列車、急行ベローンカ号プラハ行き、本日はこの列車に乗ってプラハまでの道中をご紹介していこうと思います。これ撮影しているのが6月1日でして、実は6月いっぱいですね、この列車途中プラハの市内の区間が迂回運転になっていまして、通常と違ったルートを走るということで、今回そのルートを中心にご紹介していこうと思います。で、今このプルゼン中央駅を5分程度遅れて出発していきます。5時22分発の予定なんですが、時計を見ると5時28分ぐらいになってますね。多少遅れて出発をしていきます。で、このプルゼンからですね、プラハまでの区間というのは今現在ですね、1時間毎日急行と特急が1本ずつ運行されているということになっています。で、今乗っています列車はこれは急行列車ですので、途中でいくつだろう、5個ぐらいですね、途中の駅に停車していきます。特急列車に乗るとプラハまで無停車で行くということになっています。で、今左側にこの旧型のものではないですけどね、これは今なんでこれ置かれてんだろうな、これは多分そうですね、このつい最近まで特急列車に使っていた車両かと思います。現在は特急に新型の車両が入ったので、それが運用から外れたものなんじゃないかなというふうに思いますね。比較的新しい車両でしたけれど、この路線のですね、特急列車車両が新しいのが入っています。今乗っているのはこれ急行なので、昔の車両を使っていますね。で、この左手にですね、大きなビール工場が実は2つありまして、ガンブリヌスとそれからピルスナーウルケル。このピルスナーというのは要するに日本のでも知られてますけど、ピルスナービールですね。そのピルスナービールというのは、実はそのピルスナーというのはこのピルゼン、つまりこの町が発祥のビールということになります。で、そのビール工場、ピルスナーの工場ですね、つい最近数年前に日本のアサヒビールに買収されまして、現在はアサヒビールの傘下になっています。で、奥に見える大きな工場ですけど、煙突が立ってますが、あれテプラールナといって、いわゆる発電所ですね。発電所でその発電に使うお湯ですね、これ蒸気を沸かしてタービン回すんですけど、そのお湯をですね、市内にこう引きまして、大きな工場とかスーパーマーケット、病院などの熱源として使っているという、高ジェネレーションシステムの巨大なやつみたいな感じですね。で、あれテプラールナと言いまして、チェコでは各地に見られる、施設です。おそらくチェコだけじゃなくてね、旧共産圏では広く見られるんじゃないかなというふうに思います。で、今こちら通過していく駅、プルゼンの市内の最後の駅ですね、プルゼンドーブラフカという駅ですね。で、ここを通過してしばらく行きますと、実はね、昔はこの辺から左の方にこう線路がカーブしていたんですけど、今ここにできた新しいトンネル、エイポビッツェトンネル、こちらでこの昔迂回運転をしていた、迂回というかこうぐるっと遠回りをしていたルートを短絡していきます。で、今入りましたこのトンネルですね、エイポフィッツェトンネルといいまして、5年ぐらい前に開通したばかりの新しいトンネルなんですが、チェコの鉄道用のトンネルとしては最長距離のものです。まあ、最長といってもですね、全長5キロぐらいで、チェコはもともと山がそんなにない国で丘陵地帯なんですよね。ですから鉄道のトンネルも長いものはあまりないということになります。で、そのエイポビッツェトンネル、今出たところですね、これかなりでも長い時間かけて、5、6年かけて工事してたんじゃないかなというふうに思います。で、これを抜けますと、もう間もなくさっきのね、元々の本線が左から合流してきます。で、さっき申しましたとおり、このトンネルの区間ですね、実は川がこの向こう側に流れてまして、その川沿いに昔の線はぐるぐるとこう遠回りをして走っていたんですよね。で、その区間はですね、基本的には廃止されたんですけれど、その昔のその川沿いの区間の途中の駅から分岐しているローカル線がありまして、そのローカル線のアクセスを確保するためにですね、プルゼントは反対側の方なんですが、こちら側にその旧線が残っています。で、これですね、今そこ右側から合流してくる線がありますが、これですね、これが今非電化単線になってますけど、昔の本線で、昔はあそこが電化複線になってまして、急行列車が1時間おきに走っていたということですね。現在はローカル線の取り付けといいますか、なんかその接続のためにこの非電化の単線が残されているということです。で、今のその駅で分岐合流地点を過ぎますと、ここにエイポビッツェという駅があります。で、これがさっきのトンネルの名前の元になった、これももともとはその土地の名前なんですけどね、この辺の集落の名前、エイポビッツェという名前ですね。で、ここを過ぎて間もなく行きますと、最初の停車駅、ロキザニに到着をします。で、ここでですね、この路線図をご覧に入れておきますが、まずチェコの全体の中のプルゼンからプラハというのはこの辺の位置づけですね。プラハの西の方に伸びている幹線ルート、ドイツの方へ向かっていく幹線ルートです。で、この区間だけを拡大してみますと、このようになります。で、本日ですね、さらにこのプラハの市内のここの部分ですね、ここが短絡じゃないや、
迂回運転になっていまして、工事の関係で迂回運転をしています。でこのために通常旅客列車が走らない区間をこの列車は走行していくということになります。それは後ほどご覧に入れます。今遠くの方にね、画面の中央に今木に隠れちゃいましたけど、白いあのなんか塔というかなんか煙突かなんか分かりませんが、そういうものがちらっと映ってましたから、あの辺があとロキツァニという町で、この列車の最初の停車駅はロキツァニということになります。でロキザニはですね、プルゼンの郊外にありますこのベッドタウンのようなところでして、この列車にもですね、これプルゼンを出発したのが5時半前ということで、ちょうど仕事や学校から終わってこのロキザニに住んでいる人たちがですね、帰宅に利用している列車ですので、かなりの人がこの駅で降りていくんじゃないかというふうに思います。で今あの急行と特急が1時間に1本ずつこの路線走ってまして、特急に乗りますとプラハまでノンストップで行くんですよね。で昔はねその特急なかったんですね。で5、6年前かな、あと1時間に1本ずつの体制になって特急が毎日走るようになったんですけど、でその時に頻繁にですね、そのプルゼンの駅でこの列車に乗りますとプラハまで止まりませんよということを頻繁にあの放送で案内をしていたのを覚えています。このロキザニで降りるつもりでですね、それに乗ってしまってプラハまで、ロキザニまでプルゼンからだと12分ぐらいで着くんですけど、プラハまで行っちゃって1時間ちょっとかかりますからね。それ非常に被害が大きいということでね、そういう注意の放送を頻繁に流していたのを覚えています。最近は聞かれませんけどね、もうみんな慣れてきたんでしょう。で今左側に電車の編成が映ってます。ここにも同じ編成が映ってますが、これはこの辺を走っている普通列車の編成ですね。でこれつい最近これが導入されまして、昔はですね機関車が牽引したあの客車列車が使われていたんですけど、もう最近はどうもその客車編成の各駅停車がなくなってしまったような感じですね。で今この止まっている駅がロキツァニの駅ですね。ロキツァニという駅です。この急行ベロンカ号、プルゼンを出発して最初の停車駅ですね、これを今出発していくところです。このチャンネルでも何回も紹介していますけど、この車内の様子ですね、これをご紹介しておきますが、これ3人、片側3人で両側で6人入れるコンパートメントになっています。でこの座席なんですけどね、この座面をこう引っ張りますとかなりね深く背もたれが倒れるようになっています。ご覧の通りほとんどフラットにすることができます。でこれもともとオーストリアの鉄道で使っていた車両をチェコ鉄道が購入してきて車内アコモ改造をして使っているものなんですが、非常に快適な車両で、私は個人的にはこれ非常に好きな車両です。でこの一番通路側の席はね、この小さなテーブルですね、これなんか古風な感じですけどね、こういうものが残っていますね。でこの窓の上を見ますと、こちらに車内の温度とか照明などの調整のつまみがついています。でこれは新しいものですね。でその右側には非常用のブレーキが備えられています。このステッカー一番上がチェコ語になってますから、チェコに導入してから付け替えられたものですね。でこの窓なんですけど、この窓縁のゴムの枠があるんですが、これをそこに絵にあります通り、こう取っ手をこう引いて窓の縁のゴムを外して窓を倒すことができるんですね。でこれもちろん非常用のものです。非常の時はそれで脱出ができるということですね。でこの窓側の座席にはこのような大きなテーブルがついていまして、コンピューターなどを載せて仕事をすることも一応できますね。でこの座席の下にはこのコンセントがありますが、これは新しいものですね。で Wi-Fi もつけられています。結構調子のいい Wi-Fi ですね。でとプルゼン出発、プルゼンじゃない、ロキザニを出発しましてちょっと走ってきましたが、このカーブが今ありますが、このカーブ過ぎると、ね、しばらく直線区間を走ります。でこの区間ですね、プルゼンからと言いますか、この国境のヘプからですね、プラハまでの区間は、すべて今途中のベローまでですね、ベローまでの間は車内じゃないこの線路の改修工事が完全に終了していまして、近代化が行われています。で昔はですね、近代化行われる前は95キロが最高速度だったんですけど、現在は区間にもよりますけど160キロまで出せる区間もあるようですね。この左側の電柱のところによく最高速度の表示がしてあるんですけど、よく見ているとね、一番大きな数字では160というのを見ることができます。まあ、ただしこの列車はですね、引いている機関車が362型といいまして140キロまでしか出ない機関車ですから、この列車に関しては140キロが最高速度ということになります。でもう間もなくですね、プラハからやってくるザーバディニエクスプレス、新型のインテルジェットと呼ばれる客車を使った特急列車とすれ違うんじゃないかなというふうに思います。多分時間的にですね、1時間に1本ですから、それ逆算するとですね、この辺ですれ違うんじゃないかなと思ってこう今動画を回しているわけですけど、まあお互いにね、そんなに正確にぴったしのダイヤで走ってるわけじゃないんで、なかなか思った通りの時間にはこう来ないわけなんですけどね、
時間通りに走って、あ、来ましたね、これですね、これ。これ今、先頭の機関車、ベクトロンという新型の機関車でしたけれど、特急ザバディニエクスペース、ヘプ行きですね。ヘプというのは、チェコの西の外れ、地図で言うと左の外れで、ドイツとの国境にある町です。で、今、その池の向こうにね、小さくこう町が見えてますね。で、もう間もなくミートという駅を通過します。ミートって、日本の水戸にちょっと似てますけれど、発音、そのミーが長いですね、ミートというふうに発音します。でこのスピードも結構出てますんでね、駅名表が映るかどうか分かりませんが、ちょっとご覧に入れます。この辺なんか結構ね、あ、これですね、ここです。で、これがそのミートの駅で、日本の水戸駅に比べたら随分こじんまりとした感じの駅ですが、キノコが結構この辺は取れるというふうに言われてますね。で、この列車の、今そのデッキのところに出てきました。次の停車駅はカシェス、カシェスというふうに読みます、これね。でこの貫通扉の向こうには機関車362型、これは結構古い機関車で共産主義時代に使われたものです。硬直療養の電気機関車ですね。で今走っているこの区間は、交流の2万5000ボルト 50Hz の架線の下を今走っています。で右側にこのような池が見える区間がありますが、でこの先ですね、ベローンという駅の手前でですね、直流3000ボルトのに切り替えるそのデッドセクションを通過していくことになります。でもう間もなく2つ目の停車駅カシェスに到着をします。この駅は比較的新しい駅で5年ぐらい前かな、この線路の改修工事を行った時に誕生した駅ですね。で駅舎は設けられていなくて、このプラットフォームだけのこのこじんまりとした感じの駅です。で一応急行の停車駅になってますね。と言いますのもね、このカレスのちょっと先にですね、 2,3 キロ先にフロなんていうかホロープコフじゃなくて何だっけな、ね、あ、ズビロフだ、ズビロフという駅が昔あったんですけど、でそれが曲線緩和工事のためにですね、廃止をされたわけなんですね。でその廃止されて、その駅の代わりに今の駅が設けられたということです。このカレスを出発してしばらく行きますと、廃止になったこのズビロフ駅の駅舎が左側に見えてきます。今この線路が分かれてます。向こうして向こうが本線だったんですよね。でここに駅があって、ぐるっと向こうの方を回って走っていたんですが、この線路をこちらに曲線緩和で、ね、付け替えまして、この駅は廃止になってしまいました。この区間向こうに高速道路が並行しているんですけれど、高速道路の最高速度はですね、130キロなんですよね。でトラックは確か100キロとか80キロとか車によって違うんですけど、鉄道の方はここは多分140キロかな。こちらの方が若干最高速度は速いんですが、どんな感じかな、やっぱり速いですね。まあ、結構乗用車はねスピード違反してる車もあるから、列車より速く走ってる場合もあるんですけれど、でここにセルホビッツェという駅があります。あそこに昔の駅舎があります。昔は多分あっちの下の方線路が走ってたんだろうと思いますね。これが現在の駅です。でここもですね、実は線路付け替え工事でトンネルが掘られて、昔はこの右側の方をぐるっとこの丘の向こうを回ってたんですけれど、今このトンネルですね、まあこのトンネル短いですね、 10秒かそこらで抜けちゃうトンネルなんですが、新しいものを掘ってですね、で昔はこの左側のこの辺りをですね、急線がこう走っていたんですけれど、もう今ではね、急線の跡もだいぶわからなくなってきてしまっていますね。でこの右側に、ホショフィッツェという町が見えてきました。この谷の向こう側の丘に、広がっている町なんですけれど、で今この望遠壁があるんでなかなかこの景色が見えにくいんですが、昔はこの望遠壁なかったんでよく見えたんですけどね。でここがその駅、ホショフィッツェという駅で、この列車の3番目の停車駅です。でここはですね、さっき の町が向こうに見えましたけど、町までね行くには歩いて10分ぐらいかなかかったと思います。一回私行ったことありますけれど、なかなか綺麗な町でしたけどね。ただこの駅から町へ行くにはこの谷を乗り越えていかなくちゃいけないということで、ね、結構まあ、駅の位置としては不便な方に入るのかなというふうに思います。でその駅を発車しまして、さっきね防音壁でこう町が見えなくなったという話しましたけど、この辺からね一箇所だけ遠くからですけど町を見晴らすことができる、ここですね、この区間があります。この奥に広がっているあの谷の中腹に、丘の中腹にあるのが、ホジョビッツェの町です。でホジョビッツェ出発しますと、またこのような広大な景色の中を走って、ここが一番の景色としては雄大な景色かなというふうに思います。この広々とした野原の中、野原というかこれ畑ですけどね、その中を走っていきます。でここもですね、昔は結構線路がまかりくねっていた区間で、だいぶ大規模な線路を付け替え工事を行って、曲線の緩和の工事をね行っている区間ですね。でもう間もなくですね、次の停車駅ズディッツェという駅に到着をします。でその手前にですね、鉄道の古い車両をこう集めたような施設といいますか、
あれは何なんだろう、どういう目的であそこに置いてあるのか分かりませんけれど、博物館というわけじゃないですよね。でそれが見えますので今ご紹介しますが、この左手にこの辺に、あ、ここですね。ああ、ちょうど列車が来ちゃいましたね。これ急行列車ですけど、あ、これですね。このターンテーブルの周りに SL とかなんか古い車両がこう置かれていて、その向こうにね、線形機関庫がこうありましたけど、あれはね、博物館として公開されたりはしてないと思うんですが、あと昔のそういう古い車両を集めたものがありますね。でそれを過ぎますと、ここのズディッツェという駅に到着をします。でこのズディッツェはですね、南の方、チェスケーブデュービッツェの方へ行くローカル線が分岐している駅ですね。でそれを過ぎますと、いよいよ次の停車駅はベロウンということで、このベロウンまでが線路改修が終わっている区間で、そこから先の40キロぐらいプラハまでの区間については線路が昔のままということになっています。でその理由は後ほどご紹介します。で今この駅を通過しましたが、この辺を通過してこの先にですね、デッドセクションがあります。いよいよこの交流2万5000ボルトから直流3000ボルトへ切り替えということになります。この機関車は高直両用機関車ですので、途中で止まったりすることなく、その走行中に切り替えをしていくことができる。あ、この駅を過ぎてからですね、これがその最後の交流区間、最後の駅です。でこの先に高直デッドセクションがあります。でこの右側にはですね、実は広大な貨物の操車場がありまして、貨物列車はですね、その操車場の中で機関車を交換するということをやっているようです。昔の日本の黒磯駅みたいにね、おそらく架線をこの直流と交流に切り替えができるような架線が敷かれているんじゃないかなというふうに思いますけれど、旅客列車をね、すべてこの本線を通過していく間に高直走行中に切り替えるということをやるんですけれど、貨物列車については、列車によってはね、高直流の機関車を使っているものもありますが、直流専用あるいは交流専用の機関車で引いてきて、この右側にある貨物ヤードで機関車の付け替えをするという運転をしているものも結構あるようです。でその貨物ヤードは結構ね、大きな貨物ヤードでして、これ今ちょっとご覧に入れようかなというふうに思いますけれど、こちらですね、この材木を積んだ貨車が並んでますね。結構チェコではこの材木の輸送を鉄道でやっていることが結構多いですね。ローカル線でも、この貨車を 2,3 両こう引いていって、山奥の駅でね、こう材木を積んでるっていう光景を時々見かけますね。でその向こうにも多くの貨物列車がこう留置されているのが分かります。でこの辺でこちらは直流に切り替わってるんですけれど、直流に切り替わるときね、機関車の電源を落とすと、冷房とね、照明はバッテリーで賄えるんですけど、冷房は機関車から直で引いてますから、その冷房が止まるんでね、あ、今切り替えてるなっていうのが分かるんですけど、今回ちょっとそれ取り逃しちゃいましたけどね。で、そこを過ぎますと、このベローンの駅に入っていきます。またこの新型の電車、プルゼン方面の普通列車が止まっています。でこの電車は高直流用ですからね、この駅に入ってこられますけれど、昔の、そうですね、昔もこの普通列車はね、旅客列車はすべて高直流用の機関車で控えてましたね。でこの今こっちに止まっているこの列車はプラハ行きの普通列車ですけど、これはシティエレファントという471系、この2階建ての電車ですけど、これは直流専用です。3000ボルト専用ですので、ベローンから先プルゼン方面には入っていくことができないということになっています。でこの左側にはまたこのレディオパンテルですね、高直流用のプルゼン方面に行く普通列車が置かれています。でこの左に分岐していく線がありますが、これローカル線ですね。プラハの方へ向かっていく、この山の丘陵地帯の中を縫うように走っていくローカル線です。赤い橋を走って渡っていきますね。でこちら本線の方はですね、この先このベローンカというこの川ですね、川沿いに進んでいきます。で今この画面中央に崖があって、その崖の上に町が見えてますよね。あれテティンと呼ばれる町でして、この崖の上に広がっている、地図で見るとこの鉄道のすぐ横にこう町があるわけなんですけど、この高低差があってね、鉄道とは全く無縁の町ということになっています。でかつて一度ここに行ってですね、動画を撮ってあげていますので、それは右上の画面の右上の白い丸からリンクを立てるようにしておきます。でこの辺結構ね、この川が渓谷を刻んでいる区間でして、左右両側ともこういう切り立った崖になっている区間です。で川沿いになんか大きな家が建ってますけど、これ結構ね、この川洪水がありますから、ああいうところに住むっていうのはなかなか川が落ち着いてきた時は非常に気持ちよさそうなんですけど、結構ね、数年に1回ぐらいですね、川が増水することがあって、結構ねヒヤヒヤすることになると思いますね。で今川面はだいぶ下ですけどね、この線路の本当に1メーター下ぐらいまで水が来ることがありますね、洪水になるとね。でこの区間ですけどね、川沿いにぐねぐねとこう曲がった区間になってまして、最高速度は95キロ、まあ区間によっては100キロまで出せるのかな、それぐらいに制限されています。さっきまでの改修区間は140キロ走れますけど、ここは制限が厳しいですね。
で、もうまもなくね、カールシュタインという駅を通過します。カールシュタインというのはこの辺にありますお城の名前、古いお城の名前、これはアリバエクスプレスの今急行列車ね、さっきのズディッツァから南の方へ行ってチェスケブドゥビッツェの方へ行く急行列車ですね。あれ本数が少ないのでなかなかレアな列車です。で、今通過する駅、これがカールシュタインの駅です。で、これを過ぎますとね、左側の谷の奥の方にね、カールシュタインという名前の古いお城を見ることができます。チェコは結構古城が各地に残っていまして、その中の一番代表格とでも言うことができるお城がこのカールシュタインということになります。プラハに近いんで非常に人気のある観光地ですね。で、この谷の奥、あそこに見えてますよね。今はちょっと木が茂ってますんで、もうほんのわずかしか見えないんですけど、あれがそのカールシュタインの古城ということになります。でね、この区間線路の改修工事が行われてなくて古いままで残ってるんですが、実はね、この川沿いの区間を捨ててですね、この川のずっと左側の方の丘陵の中を20キロぐらいの長さのトンネルを掘って貫こうという計画が昔から実はあるんですよね。で、それが開通してしまうとこの区間を改修工事しても無駄になってしまうということですね。改修工事が行われずに、こう放置されているということなんですが、そのトンネルの計画はですね、計画はあるんですけど全然工事が進んでいないということになっています。まあ、お金がないということなんでしょうけれどね、トンネルの工事も進まないし、この区間の改修工事も行われていないということで、この区間もですね、昔ながらの鉄道がこう残っている区間ということになります。で、この辺は幕なぎがコンクリートになってますけど、区間によってはね、まだ木の幕なぎが使われている部分もありますね。で、その左に止まっている列車はこれプラハとさっきのベローンを結んでいる近郊電車ですね。で、ここをですね、もう間もなくドブリホビッツェという駅を通過するんです。その左側にあそこに城館が見えます。川のすぐ横にですね、昔の貴族の館が立っているのが見えます。で、あそこへ行くにはですね、この橋を渡っていくんですけどね。で、またこの列車がすれ違っていきました。これまたベロン行きの普通列車でしたね。で、今度はこのシティエレファントですね。結構これ15分に1回かな、さっきの途中のセブニッツェというところまでは15分に1回列車が走っているはずなんで、結構頻繁にすれ違っていきますね。で、今画面の奥の方に、これ旧型の、じゃない、古い機関車ですね。機関車の改装ですね、今のね。で、向こうの方に赤い橋が見えてきてますが、あの橋でさっきのベロンカ川を渡っていきます。で、これ渡るところがね、なかなか景色が綺麗なんですが、今回はちょっと逆光なんで、こちら反対側映せばよかったんですけどね。これですね、これがベロンカ川です。プルゼンの方からずっと流れてきている川です。で、ここを過ぎますとね、今もう間もなくプラハラドチンというプラハ市内も、行政上はプラハの市内に入ってますが、この今橋を渡ってますよね。で、この橋は新しい橋なんですけれど、最近架け替えをしたんですね。で、この架け替えのやり方はどうやってやるかっていうとね、この複線の線路の片方を止めて、で、片方だけで交互に列車を走らせてね、で、もう片方のその橋の半分だけを取り壊して新しい橋を作ると。すごいやり方だなと思ってね。要するに列車を止めることなくこういう線路を全部ね、敷き替えることができるんですね。まあ、日本ではそういうおそらくね、法律上もそういう工事は認められてないと思いますし、まあ、第一その日本の複線はね、複線の片方を止めてもう片方で単線運転をするってことは構造上できなくなってますからね。日本ではそういうことは考えられないわけなんですけど、まあ、チェコではそういう結構ね、臨機応変にそういうやり方をして、線路を新しく全て敷き替えるということを各地でやっています。で、これ双単線方式と言いましてね、複線であってもその単線が2本並んでいるだけという構造になってますので、チェコの場合、チェコっていうかヨーロッパ全般にそうなんですけれど、その複線のうちの片方を止めてもう片方で単線運転をしながら片方を線路を工事をするということを、非常に広く行われています。で、今はさっきのね、プラハラドチンを過ぎますと、この複々線区間が一駅だけですが、複々線区間がありまして、この上を渡っていくのはこれ高速道路ですね。プラハの西の方から来た道路から南へ向かう高速道路へ連絡する、外環自動車道のような性格の道路です。これが開通したのも比較的新しく5年前ぐらいですね。で、こちら今右手に見えているのは競馬場です。この競馬場を過ぎますと、プラハ・ヴェルカ・フフレという駅を通過します。で、今通過しているここですね。これ、今、外側の線路だけにホームがあり、昔はこれプラス島式ホームが2本あって2面4線のホームだったんですけど、それがこの改修工事に合わせてね、ホームの構造が変えられていますね。で、さっきのね、プラハラドチンから市内までの区間はですね、近代化の工事を行っていまして、その工事の関係で今回この列車は迂回運転、今その迂回運転のルートに入ったところです。ここから先がこのレアな区間ですね。で、今向こうのこの真ん中に伏線がありまして、向こうからシティエレファントが来てますが、これが通常の本線です。で、通常の本線でこの先工事の関係でキャパが下がっていますので、普通列車はここに残ってるみたいですけど、急行と特急については全て、こちらのルートを迂回運転をしていくということになります。
でこの左右の2本の、ね、レールがこう土手の上にこう上がっていくような感じになってますけれど、この先でね、この左にこうカーブをしていって、一旦のこの左は結構急峻な斜面になってますので、その斜面の中にトンネルで突っ込んでいきます。でそのトンネルで突っ込んでまた右でカーブをしながらこの本線を渡り越していって、その先にある川をまた渡るということになってます。なかなか面白い走り方をしています。でこれがその今トンネルに入ったところで、このトンネルの中でですね、伏線が単線に集約をしていきます。まあ、トンネル短いトンネルですね、15秒20秒ぐらいの短いトンネルですが、これを出ますと一段高いところがこちら上がってきていまして、さっきの本線ですね、本線をオーバークロスしていきます。こちらですね、これが本線をオーバークロスする部分ですね。でそうしますと今度ここ川ですね、この川はもうさっきのベロンカではなくてブルタバ川です。で途中であのベロンカはブルタバ川に合流して、この区間はブルタバという名前になっています。この先ずっと奥の方にプラハの市内がありますね、市街地があります。でこのブルタバ川過ぎますと、この辺まだ河川敷でテニスコートやなんかがありますね。でここを過ぎますとね、こちら側、路面電車の線路の上を今横切っています。これはあの鉄道ではなくて路面電車です。路面電車の線路ですね。で一部の路面電車あそこでね、この今画面中央に回転場がありますけど T3 型が止まってますが、あそこで終点ということですね。でこの左下にローカル線の駅が見えます。今ちょうどレールバスが1両止まってますけれど、プラハブラニークという駅です。でこのブラニークというのはこの辺の地域の名前なんですが、その同じ名前の銘柄のビールがありまして、そのビールの昔の工場がですね、この今左に見えているこのレンガの建物がこのブラニークビールの昔の工場です。現在別のところに移ってまして、ブラニークと関係ない小さなビール会社がね、この工場の中に入っていますね。でそれも昔レポートしてますので、この画面の右上のですね、白い丸からリンクをたどってどうぞご覧ください。で今その左側から線路が接近してきたのが見えましたけど、これさっきのねローカル線の駅からつながっている線路です。あのローカル線はですね、この川沿いにずっと南の方へ行くローカル線になっています。で左側にこの高速道路が並走していますけれど、これもプラハの市内ですね。市内で、市内の外側をこうぐるっとあの大回りしているあの環状道路のような道路ですね。でもう間もなくね、あのプラハクルッチという駅を通過します。でこのプラハクルッチというところは私は非常に思い出のある場所でして、私の最初の、ね、1人目の子供は実はこの近くにある病院で生まれています。でそれがね、あの生まれそうになったのは夜10時頃ですね。で一緒にあの妻と一緒に病院に行ったんですけど、で病院でまあ診察してもらって、まあ、妻はそのまま入院することになったんですが、私は寝る場所は当然ないですからね。で夜中の、ね、2時頃に、ね、あのバスに乗って、まあ、夜中でもバス走ってるんですけど、帰ろうとしてあの病院に出たんですけど、病院の中で、ね、あのムフロンっていうこういうあの角がこうぐるぐる螺旋状になってる羊を飼ってるんですよね。でそれ私全然知らなくてね、で夜中にそこを歩いてたらそれがいきなり出てきて、あの非常に驚いたのを覚えていますね。でそれがこのその病院がこの駅のすぐ近くにあります。で子供が生まれてね、3歳ぐらいになってからですね、その病院に連れてってあのムフロンを探したんですけどね、昼間はどうもあの隠れているらしくて見つからなかったんですけどね、もう一度見たいなと思ってるんですが、まあ、今度夜中に行けばおそらく見られると思いますね。で、この右側に見えるこの線路ですね、これは間もなくですね、このフェンスのようなものの中にこう通じていくんですけれど、これ実はね、地下鉄への車両を搬入するための線路です。あそこにあの門が閉まっているのが見えますけれど、あの奥へつながっていますが、この先でですね、これあの地下鉄の C 線の車庫があるんですけど、そちらの方へこの線路はつながっています。で地下鉄の現在地下鉄で使っている車両っていうのはほとんどはね、あの C 線の車両は全部プラハにあった昔あった工場で作られたものなんですけど、あ今この道路の向こうの方にね、さっきあのお話しした病院があります。で今こちらあの黄色い線が出てきましたね。この向こうのフェンスの向こうの線路の横に黄色い線があのあるのが見えると思いますけど、これあの第三機場ですね。で地下鉄は第三機場終電システムですから、ここから先ですね、この辺の区間はその地下鉄の車両が自走することができるということになっています。で現在の B 線と A 線で使っている車両はね、昔の古いソ連の時代に作ったものを、プルゼンにあるあの鉄道車両の工場で改造したものなんですね。でその改造した時に、この線路に搬入する時にはおそらくこの線路から、搬入したものかと思われます。まあ、この線路行きますとね、C 線の地下鉄 C 線の車庫があるんですけど、C 線と B 線と A 線ね、途中であの連絡線がありまして、渡り線でこう相互に行き来できるようになっているはずですから、そこを通してね、B 線と A 線に車両を搬入したものかと思いますね。で右側の線路、これ地下鉄の線路なんですけど、だんだんこう高く、上がっていく、上っていくのが分かるかと思いますね。
で、それでですね、今その画面のちょうど左の端にちょっと高いビルが見えてますよね。で、実はあれがね、あのプラハ市交通局のビルでして、あの辺の下に、あの地下鉄 C 線の車庫があります。で、さっきの連絡線はあそこにつながっているということになりますね。で、これを過ぎますと今この煙突が右に見えてきました。あの煙突はさっきのテプラルナですね。テプラルナ、プレゼンにもありましたけど、で、あの麓にですね、鉄道の広大な車庫があります。チェコ鉄道の車庫でして、で、昔私は実はあの寝台列車の乗務員をしていたことがありまして、その時にね、乗務する時はここですね、この車庫に出勤して、ここからあの列車に乗り込んでプラハの中央駅へ改装されてですね、で、そこでお客さんを迎え入れるということをやっていました。で、さっきの鉄道車庫を過ぎますと、こちらプラハブルショビッツェという駅を通過します。で、この駅もね、だいぶ長い間 3,4 年かけて改修工事を行っていましたけれども、どうもその改修工事も終わったらしいですね。こう見てみますと完全な新しいプラットフォームになって、営業を再開している様子がうかがえます。で、このブルショビッツェはですね、実はあの今迂回ルートをずっと通ってローカル線の方から来たんですけど、この南の方へつながる幹線ルート上にある駅です。そこに止まっているのはこれ急行編成の電車ですね。で、こっちはこれはどっか特急ですね。一番後ろのこの、あの一等車の搬出ビュッフェ車になっているやつがついてますね。これ多分スロバキアの方に行くやつかな、特急列車の車両だと。これスロバキアの客車ですね。で、この先頭の電気機関車もこれスロバキア鉄道の機関車ですね。おそらくこれスロバキアの方に行く特急列車、今出発を待っているところですね。で、今左の方からね、あそこにちょっと逆光で橋が見えませんけど、今列車が走っていきましたね。あれ、あのプルゼンの方、あのプルゼンじゃなくてプラハスミホフという駅を通って、さっきこの列車が通過してきたあのラドチンの駅ですね、そっちの方へ行ってる線路です。で、本来はこの列車は向こうの線路を通ることになってて、途中にプラハスミホフという駅があるんですが、現在は迂回運転をしているということでね、そのスミホフの駅には寄らずに、このプラハ中央駅に直接入っていくということになります。で、今奥に見えているあの駅がプラハ中央駅、この列車の終点になる駅です。で、左側にね、大きな鳥の像が、てっぺんに立っている塔がちょっと見えますが、あそこがあのプルゼン、じゃなくてプラハ中央駅の駅舎ですね。で、この大きなドームがかかった、このあのドーム屋根がかかったプラットフォームが、この特徴的なこのプラハ中央駅に今到着していくところです。それではね、この動画はこのプラハ中央駅到着をもちまして終了ということにいたします。本日の動画皆様いかがでしたでしょうか。なかなか乗る機会のないですね、この迂回ルートを走行する急行列車ということでご紹介してきました。それではね、皆様本日は最後までこの動画をご覧くださいましてどうもありがとうございました。これなんか向こうでも列車が止まってますけどね、このホーム、プラハの駅はですね、このホームをこの南と北にこう半分ずつに分けてですね、これ別のホームとして利用しているということで、この同じホームにね、2本列車が入ってくるということになります。で、これが今私が乗ってきた列車ですね。それでは皆様本日はどうも最後までご覧くださいましてありがとうございました。この動画はここで終了ということにいたします。